マリア・フォン・エスター・ライヒは、ハプスブルク家のフィリップ・ビッコーとカスティーリア女王、フアナの三女、ハンガリーとボヘミアのオーライオシュ二世の王妃。兄に神聖ローマ皇帝カール五世、フェルディナント一世、姉に、レオノール、イサベル、妹に、カタリナがいる。ブルッセルで生まれ、警視たちと共に、フランドルで、父方の叔母マルグリットに育てられた。1522年、一歳下ながら、 すでに、ハンガリーとボヘミアの王位についていた、ラヨシュ2世とブダで結婚した。前年の1521年には、兄フェルディナント大公とラヨシュの姉アンナが結婚していたが、この二重結婚は1515 15年に、ハプスブルク家とヤギエオ家の間で取り決められた、ものであった。1526年、もはやちの戦いで、ハンガリー軍を率いていた、ラヨシュ2世が戦死した。 王妃マリアとの間に子はなかったため、ボヘミアとハンガリー王の王位は、ラヨシュの義系であるフェルディナント大公が継承した。以後、両王国は、ハプスブルク家の所領となり、ハプスブルク帝国成立の端緒となった。ラヨシュの死後、マリアは再婚せず、アニカールの命により、おば、マルグリットの公認として、ネーデルラント17州の総督を務めた。の父は、 ポルトガル王デュアルテ一世。ジョアン一世の子で、弟にエンリケ公会王子家の父ジョアン、妹にの母イザベルがいる。よって、トトは、共に、ジョアン一世を祖父とする、いとこ同士となる。ありがとうございます。